はい、こんにちは、アクセルです。今日もね、有酸素から一日が始まりますって感じで歩いていきます。やっぱね、有酸素前はカルニチン飲んで、もちろんリッパーも飲んで、とりあえずね、ひたすら歩く、空腹でね、空腹でひたすら歩くことにしたい。大体40分ぐらいかな、歩くの。40分ぐらいで、ジェイもね、ちょっと餌の食いすぎで、おやつの食いすぎで、こいつ結構オブーだから、とりあえず500g ぐらいダイエットさせます。 500g、 こいつにとって 500g はね、結構あるから。なんして足短くない？かわいいよね。なあじゃん。もうなんかもう J は散歩が好きすぎて、散歩する前にね、もうね、あの騒いじゃって、散歩する前にもう疲れちゃってるから、こいつやばいよね。今ね、散歩からとりあえず帰ってきて、今から飯、やっとね、朝食だよね。減量中ってさ、どうしても朝食がもう楽しみになっちゃうから、まず朝食ね、朝食まずはね、グリーンね。俺いつもね、この青汁飲むんだけど、青汁ね、大体ビタミンとかミネラルとかそういう意味で飲むんだけど、そしてね、アミノ X、 これだけで飲んだらマジまずいから、本当にね、草飲んでるみたい、草飲んでるみたいでね、マジで美味しくないからね、大体ね、 BCA を溶かして、ちょっと蓋するのめんどくさいから、もうほんと青汁ね、いただきます。これだけじゃないよ、朝食。これとりあえずだから、帰ってきたからさ。うわ、すき味。今日の朝食は、今日豚肉にしよう。朝は今日の朝食はね、豚肉と卵です。で、トレ前だからちょっとね、多めに豚肉を食います。ちょっとね、この豚肉脂質が多いんだよな。まあいいか。豚を200ぐらい、じゃあこんなもんだね、豚200。今日は豚200にしよう。200と卵3つかな、今日はね。よいしょ。暑かった今、マジで。ケト中の豚肉ってめっちゃ美味しくて、で、大体ね、鶏食う、減量中鶏食うことが多いんだけど、やっぱ胸肉も今でも結構食うんだけど、やっぱ豚うまいね、豚うまい。鶏肉ちょっとあんまり美味しくねえな、鶏胸は。
リーブオイルを入れて、で、あとはね、ここにね、豚肉をぶち込むと。塩コショウね。はい、楽勝。もう豚肉完成。はい、完成。豚肉。完成。うん、見てしたか、卵。でもさ、目玉焼き見るとさ、ジブリ思い出すよね、ジブリ。なんだっけ、何のあれだっけな、目玉焼きをさ、トーストにさ、のっけて食うシーンあるんだけど、めっちゃうまそうだよね、あれ。ナウシカだっけな。あっち。はい、目玉焼き完成。まあ大体前回もそうなんだけど、本当はねお皿に盛った方がいいんだけど、もうめんどくさいから。減量中ってさ、なんかいろいろめんどくさくなるよね。味付け塩コショウで、はい、完成。減量中のね、ケト中の朝食は卵3つと豚、今日は200。うまそう。で、あとはね、コーヒーにいつもあの MCT オイルってあるんだけど、 MCT オイルをちょっと入れて、小さじ1杯ぐらいかな、入れて今はね、飲んでます。まあうまくね、減量進んでると思うんで、このペースでいきたいと思います。朝食ね、やっと朝食だよ。いただきます。でね、 MCT オイルってこういうやつね。まあ主にココナッツオイルとかそういう系なんだけど、すぐにエネルギーに変わるようなオイルね。これをただね、小さじ1杯分ぐらい、これでめっちゃ出るんだよ、ピューって。
かな入れて飲むみたいな感じ。味はねないただね、ちょっと唇がね油で潤う感じ。俺はね嫌いじゃない。そうな感じでいつもね飲んでます。まあ特に何も変わった様子はないんだけど、結構ねケトやる場合はおすすめです。って感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。